マ TV の岡野です。本日の動画はジャニーズドリームアイランド2020から2025大好きなこの街からを7月28日と8月8日なにわの日とエイトの日にそう参戦しました。で、本当に個人的な感想なのでよければ見てください。で、なにわの日はもう本当に仕事終わりでもう本当にちゃんと見れるかどうかわからん状態での参戦で、やっぱりね10分遅れって言ってたけど、私も実際見れたのが多分ね、なにわちゃんからかな、なにわちゃんからの曲途中からの参戦でした。で、で高速バス乗ってる間に何回か途切れたかな。で、そう、やっぱりねコンサートを見てるってなったから、そう、ちょうど暑かったからハンディファン持ってたのね。そう、この赤のハンディファン持ってたんですけど、もうこれがもう右手にハンディファンってなったらペンライトとね持つ方一緒やから、風浴びながらペンライト振ってるみたいな、ハンディファン振りながらそう参戦してて、で、やっぱね、ちょっとクスクスって笑うところも多かったし、もうまるちゃんふざけ倒すし、もうそれがね、一気に仕事の疲れを吹き飛ばしてくれました。で、そう。で、そう、面からメドレーで、まさかのね、ドリアイグリーンが、愛の塊とドリアイブラック横ちゃんがチョコレートで、ドリアイナスが恋煩いで、ドリアイブルーが代理で、ドリアイオレンジがエネルギーでした。もうね全部良かった。そう、出てきた、今私が言った順番と出てきた順番はバラバラなんですけど、そう、今言ったのがすごいやっぱりね印象的に残った順番でした。で、本当にねもうチョコレートが可愛すぎて、もうアーカイブ、その時だけ特別にアーカイブあったんですけど、そのねアーカイブで何回も見返しして、もう可愛いな、ヨコちゃん可愛いな、これで39、来年40よねって思いながらそう見てました。で、ドリアン貴族としてドリアイグリーンを応援して、で、恋煩いのひなちゃん可愛いなとか、で、ダイリーやっぱ好きとか、エネルギー可愛いなって思いながら聞いて、で、バーって過ぎてって、で、リライブ大阪城をバックに歌ってる姿見てかっこいいなってなって、で、そう、リライブ終わってからのブリュレで、りょうちゃんパートを横山くんが歌ってて、しかもあの全員をしゃがんでるメンバーをギュッてあげる横ちゃんがねかっこよくって、で、そう、それを横ちゃん担当の子に話して、もうやばいよねみたいな、本当に。で、いつもだとりょうちゃん見ながらね、踊っててワンテンポ遅れてたヨコちゃんがもうちょっと歌のパートが増えたからちょっとダンスサボり出すっていうのをちょっと、あ、もうヨコちゃん可愛いなとか思いながら見てて、
ね、本当にもうね、なにわの日はもう可愛いわちゃわちゃしてるっていうのをずっと見てました。で、エイトの日、8月8日昨日やったやつはの大倉くん不在の中でやってたけどね、本当にもうね、懐かしさ満載で、これ やる、あれもやるみたいな、もうイントロかかる段時点でもうあーみたいな、それみたいな、もうマーメイドやっちゃうの、もうね、本当にこれ2500円でいいっていうぐらいの、もうちょっと出していいよっていう感じのセットリストを組んでくれて、すごいね、もう嬉しくって。で、そう、最近ヨコちゃん担当の子に会った時に、もうタコ前聞かれへんよな絶対って言ってて、そう、りょうちゃんもすばるくんもね、それぞれパートあったし、下ネタ誰が言うやろうとかいう話をしてたのが先週で、ね、その話して1週間後にまさかタコマイ歌ってくれるって思ってなかったから、ドワーみたいな、どうしようってなって、で、そう、バタフライラブドもね、急遽歌ってくれて、本当にこれをもう一回大倉くんありバージョンで見たいなって思いながら見てて、で、そう、電波障害とかなく進んでたけど、勝手に仕上がれで急に飛んで見れてないシーンがあるんかな、もうね、それ以外は全部綺麗に見れてたけど、本当にそこかな、勝手に仕上がれのちょっとだけ途切れちゃったところだけが悔やまれるかな、私自身は。でも本当に最高のライブコンサートでした。で、ともよもうね、客席向いた瞬間全部が緑やったし、で、うちわもね、ひなちゃん取り直してて、で、そう、もうバブーンとするぞ夫婦、両手洗いするぞ夫婦とナスのうちわとかね、全部取り直したって言ってて、もう本当にそのうちわ販売してほしいぐらい好きってなって、で、やっぱりね、みんな47の第2弾の大倉くんのうちわで顔隠しながらね、私第1弾なんですけどね、隠しながら、ヨコちゃん片くなにハズさんから何やろう何やろうと思ってたら金髪っていう、やっぱ、いやー、もうね、30代最後やからね、40手前に金髪にしようか迷ってるって言ってて、それをレンジャーで言ってたのを本当にね、やってくれるとは思わんくって、だって朝の8時かおはようのヨコちゃんのね、ツイッターの動画では黒髪やったのに、コンサート始まったら金髪やから、行く時間あった美容室って思いながら、で、最後の方か5時ぐらいに上がってた動画では黒髪やったから、あれずらなんかなとかね、うちは話してる順番バラバラやけど、今ね、思い出しながら喋ってます。ね、もう本当にもう金髪の横山くん見れて、もうね、本当にそれだけで本当に、これ2500円でいいってなって、私もまたインナーから金髪入れ直そうかなって思うぐらい、私も金髪入れ直そうかな、
って思うぐらいヨコちゃんの金髪に憧れてるっていう。めっちゃ可愛かった。で、そうタディもね、ヨコちゃんにチューされてたけどさ、あれもうね可愛かったあれ本当に可愛かった。もうね、長男と末っ子がよ、縫い越しやったけどチューしてて、可愛い、何もってなって、であと何、もういろいろありすぎてわからん。何があったもうね、本当にコンサート終わった後のもう久しぶりに感じたあの余韻、ああ幸せやった、ああよかったな、あそこよかったなっていうのを久しぶりに感じたコンサートでした。本当にねよかった。だから本当に悔やまれるのは勝手にしやがれの一瞬飛んだところだけ。それだけ自分の携帯の電波の調子が悪かったのが本当に悔やまれるだけで、関ジャニ∞はもう最高で最強のパフォーマンスをしてくれました。で、そうバンド大倉コーランからやらんのかなって思ってたら、そうドラムで急遽サポートの方入ってくれてね、バンドも見れたし、本当に1時間45分かあっという間に終わっていきました。で、あとあのアンコールの着てた大倉くんのね、みんなの着てた T シャツ、あれ作ろうかなって思うぐらい、それ着てユニバ行っていいかなねって思うぐらい可愛い大倉くんの T シャツ、あれもグッズで売ってほしい。ほんまに売ってくれたら着るよ私っていうかほんまに作ろうから。っていうかね、夏休みの自由工作じゃないけど、そういう感じでちょこちょこ工作動画を撮っていこうかな、休みの間にね。ほんまに楽しかったな。本当にね、コンサートに参戦してもうその日の晩寝るんも興奮してドキドキしてっていうのを本当に久しぶりに味わえました。めっちゃ楽しかった。本当に画面越しでこんなに楽しいってやっぱね最高やなって思いました。で、そうチケットもね1回1列の1番のチケットを発行してくれて、もうほんまにいいってなって、でね、何回も言うけど好きってなって、で大倉くんがおらんかったら私誰見るんかなって思ったら、もうずっと金髪の横山くんを見てました。なのでそう多分関ジャニ∞全員好きで、大倉くんが一番好きで、その次横山くんが好きなんかなって思いました。ほんまにね5月生まれのあの兄弟最高って思いながら見てます。なのでだから私キミ買ったんかな、なんでやろう本当にね、そう今回は大倉くんがいたら大倉くんずっと追いかけて見てたんやろうけど、そう大倉くんがいなかったら私は横山くんをずっと見てましたね。次は何があるかね分からんけど、またこんな感じでコンサートの感想動画あげようと思ってるので、また見たいな、見てくれるよって方グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。
本日もご視聴ありがとうございました。それでは次回のカノ TV でお会いいたしましょう。ごきげんよう。出ましたか？あ、ミッキー、ミッキーだ、ミッキー。